んにちは、ノリスピロリンです。スアヌです。とうとうね、ハードキックできましたね、スアヌ。もうね、あのコロナでね、大変な時期なんで、もう当日はスザンヌと2人でもう完全防備して和歌山からね、なんかサザンっていうね特急車両あるんですけど、それに乗って、まあ、できるだけ ね人を避けて行ってきました。でも映画はね1時20分からだったんで、まあ、まずは腹ごしらえっていうことでね、こちらも人の少なそうな、大丸心斎橋のみのりさんで韓国料理。もうやっぱりね、あの気持ちからそうですね、韓国にね寄せていかないとねっていうことで韓国料理をね食べて、そしてアメリカ村にあるシネマート心斎橋に行ってきました。もうここはね、以前ねスザンと一緒にシソンさんの映画見に行ったことがあるんで、2回目だったんですよね。2回目ね、はい、ね、エレベーターでね、偶然ねこの YouTube でコメントくださってる方が声をかけてくださったんですよね。ピロリンさんですよねって言って ね、でもうなんと嬉しいですよ ね。コメントでしかやり取りしたことがなかった方なんで、いきなり 3D もういろんな人とこうおしゃべりできてね、嬉しかったです ね。本当にありがとうございました。もうぜひ見かけたらね、はい、声かけてください。いきなりなんですけど、ハイブリッドちょっとハーフっぽいとでかい女が2人でいるんで、はい、あのぜひあの見かけたら声かけてください、はい、そして私がいつもこの YouTube で師匠っていうのを紹介してる私の大好きな先輩ペンさんとも再会したんですよ。ねえ、もう嬉しくってね、はい、もうコロナにもかかわらずね、ついテンション上がってね、もうボディタッチしてました。師匠すいません上演前なんでゆっくりお話もできずに、まあ、あのそのまま映画館に入ったんですけど、映画館に入るとね、さすがね、チャン君出てるっていうだけあってね、結構たくさんの方が ね見にいらしてました ね。なんだか女性が多いのかと思いきや、男性とかね、男性だけっていう方もいらっしゃったし、もうご夫婦らしき方も多くって、なんかまあでもこの映画ね、男性が見てもね面白い映画ですよ ね。なんかもうだから当然だとは思います。で、映画館の中でもね、いつもインスタでやり取りさせていただいてたチャンさんの店員の方と会ったりね、あの楽しいひとときを過ごすことができたんでね、あのすごい良かったと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、まあ、肝心な映画の話ですね。もうね、この映画さすが韓国ナンバーワンヒットですね。もう見出したら止まらない、予測不能なノンストップアクションスリラーって感じですよね。もう1時間半ってね、映画にしてはちょっと短いですけど、なんかもうあっという間でしたね。そうですね。ね、うんうん、のトッケビの、 あの秘書でもおなじみのもう名バイプレイヤーの、もう今回は主役の銀行支店長役を演じるチョ・ウジンさん、彼 の、 あの緊迫感のある演技がもう画面から目を離させませんでしたね。で、集中しすぎて映画の中で何回かねビクってたね、映画 なりました、ね、そんなくらいあったかな、うん、ビクってなった、私もそれくらいあった、うん、で、うん、それにあの子役ちゃん、うん、もうね、いつものことなんですけどね、あの韓国の子役ちゃんすごいよね、レベル高いと思います。で、うん、レベルの高さ半端ないですよね、うん、で演技はねほぼほぼもう車の中なんですよね、うん、で車の中であるにもかかわらずすごい緊迫感、うん、で娘役のイ・ジェインちゃんなんかもう本当にね迫真の演技でね、うん、で車内で起こっていることはね、もう本当のね出来事なんか錯覚させられるぐらい作り物っていうね違和感がね全くなかったですよね、うん、そして初めはねチャンクさん声だけなんですよね、ずっと ね、もうね、今までにないチャンオクさんのあの口調、うんうん、でまた新しい魅力っていうんですかね、うん、あれもうね見せていただきました、はい、チャンオクさんね、この映画発信制限で声の演技で観客の鼓膜を溶かしたっていうことで、鼓膜を溶かしたで賞をなんか受賞したそうですもうでもね声だけでね、うん、そこまで持っていくチャンオクさんすごいですよね、すごい声
もいいしね。ね、なんか全然違ったよね。ね、口調がね。口調がね、うんうん、もうさすがチャンクさんっていう感じでね、声でも傷跡残してましたね、映画に。もうそれにね、この映画で、ね、今までのような、まあ、実弾も言うたんですけど、あの、優しい口調じゃないんですよね、言葉も。もうチャンクさんで、ね、初のヴィラン。もうあの、これ、あの、悪役っていうことらしいんですけど、うんうん、なんですよ。もうあの低音ボイスの、なんか不気味さ。もう終始ね、それがね、なんかこう、緊張感持たせるんですよね。声だけで見せる演技力。すごいですよ ね、 ね、まあ、すごい。声優デビューした君の名はとかとは全く違う役柄なんで、それにね、声だけじゃなくってね、最後は本人も登場するんでね、これ役作りで相当ね、結構大変だったと思うんですけどね。このキム・チャンジュ監督が求める謎に包まれた本性を伝える深みのある演技っていうのがね、すごく感じられますよね。でチャンクさんのこの新たな挑戦という感じがね、バッチリチャンクファンは受け取りましたよ。でまだチャンクさんに話しかけてるんですけど、もう新しいね、こう作品見るたびにね、新しいチャンクさんをね、こう表現してくれるんでね、毎回楽しみになっちゃいますよね。でそしてね、声だけじゃなくってね、本人の登場シーンね、はい、今までとは全く違うチャンクさんの風貌はもちろんなんですけど、もう雰囲気がね、まるで別人のオーラをまとってるんですよね。そうですね、うん、もうそれに驚きながら、もう大画面に映るチャンクさんにうっとり。何なんでしょうね、あの大画面に映えうる顔、うんうん、ねえ、なんかどこも気になるとこなかったと思う。なかったですね。なんか普通はね、なんかここが嫌だとか出てきそうなもんなんですけど、ねえ、素晴らしいです。でチャンクさんがね、出てきてからはね、とりあえずもう私はね、セリフチラ見で、これ、ね、セリフチラって見て、お顔に集中してました、はい、だからもう一回見たいかな、なんか ね、 そうですね、もう一回セリフもちゃんと見ながら、ね、やっぱりなんか韓国語勉強しておかないとって思いました。いつものね、メイクとは全然違う、なんだかこう思想感が漂って、うん、もうただただ深い悲しみだけをまとったチャンクさんの、うん、あの迫力、うん、で、あの今までの声だけの演技にこうイメージしてた通りの人物像が、うん、まあ、そこにあったって感じじゃなかった？そうですね、うん、で、うん、やってることはこう冷酷なんですけど、なんだろうな、なんかこう表面ではジヌっていう謎の脅迫者の非道さをこう演じてるんですけど、そのなんだか瞳の奥にあるジヌの深い悲しみとか本性の部分までこう映し出してる感じしなかった？したした、もう出てきた瞬間、うん、あ、なんか悲しそうな、なんかねえ、やってることはね、いけないことなんやけど、そう言ってる言葉もきついんだけど、ね、なんだかね、深い悲しみを感じてちょっとジーンってきましたね。ねえ、なんか私のちゃんと思うでももうね、うん、結構泣いたって言ってました。泣けたって言ってました。その深みのあるこのチャンクさんの演技にもうどんどんね、こう引き込まれていって、でこのチャンクさんの登場で今までノンストップスピードアクションムービーっていう感じだったのが、急になんかこうヒューマンドラマ的な良さが出て、な作品にもなんか深みが出たっていう感じだったかった、うん、そうですね。で、うん、このジヌの登場が素晴らしいスパイスになって、ラストまで納得のいくストーリーを作っています。でジヌという人物をね、全く知らなかった主人公のソンギをジヌの登場がどう変えるか、最後まで目の離せない面白い映画でした。でぜひ見ていない方はお早めに、で私も機会があればね、何度でもね見に行きたいと思います。でまあこんな時期なんでね、もう今度はなんかもう DVD 買うしかないですね。ちなみにシネマアート心斎橋ではこんな感じでチャンクさんがねいっぱい飾られてました。帰ってきてからインスタで皆さんのコメントをいただいたんですが、飾られていないところもたくさんあったようで、シネマアート心斎橋はねなんかラッキーでしたね。シネマアート心斎橋ではたくさんのチラシが用意されてて、チラシや限定のなんだかチラシまでね配ってくださって、もうチャンくんの映画のパンフレットまでゲットしてきて、もうチャンくんさんのコレクションがまた増えました。
シネマアート新サイバスさん、ファンへの心遣い本当にありがとうございました。で、映画が終わった後にね、コロナのこんな時期なんで、私は師匠と一緒にお茶だけさせてもらって帰ってきました。で、私ね、本当に師匠のね、チャンさんに対するファンとしてのね、スタンスがね、大好きなんですよ。で、話をしていてね、本当に楽しかったです。こちらの YouTube にも近々声だけ登場してくれるかもしれないので、お楽しみに。で、師匠からも、YouTube にコメントいただきました。ピロリンさん、こんばんは。若いファンができるとチャンク嬉しいでしょうね。優しいチャンクは年齢問わず笑顔でサービスしてくれますが、やっぱりやっぱりやっぱり、若さのパワーをもらえるヤングのオーラには勝てないです。まあね、今日初日の発信制限見ましたか。とにかく目が離せないストーリー展開です。ぜひぜひ大きなスクリーンで、渋いチャンクを見てくださいね。見てください。ピロリンさん、今日はありがとうございます。いろいろお話ができて楽しかったです。ピロリンさんとお話しすると時間を経つのも忘れてしまいます。もう本当にね、忘れてしまってね、もうめっちゃ喋りました。喋りまくりました。皆さんの夢すごいです。妄想素敵。私もチャン君の夢一度だけ見ることができましたが、なぜか私に好きな女性の好みはね、足がとっても細いよじゃなんだって語ってるんです、チャン君がね。何度もその話をして、私にダメ出しかいって思わせる夢でしたといただきました。また、ゆっくりちゃんくんの萌え話しましょうといただきました。もう私のね、仕事がね、一段落する4月中旬頃にまたいろいろと企画考えてるので、お楽しみに。それでは今日は映画を見てきたという皆さんのコメント紹介しますね。のりこさんです。ピロリンさん、こんばんは。今日はちゃんくんの映画公開しましたね。私も見に行ってきました。シネマアート新宿では25日のシネマアートデーで、1100円などで3回見ちゃいました。すごい、すごい。ハラハラドキドキ、手には汗、犯人役でもちゃんくん最高といただいてます。で、今日でも結構ね、あの日良かったよね。1100円だったんで、ね、そう、よかった。で、25日、はい、めっちゃお得です、はい。よっちゃんさんです。ピロリンさん、こんばんは。映画、見に行ってきましたよ。会社休みましたよ。で、もうね、やっぱり会社休んでいかんとね。スクリーンのチャンスは素敵すぎる。声にも痺れましたよ。といただきました。にわともさんです。ピロリンさん、こんばんは。今日早速仕事を休みもらって発信制限見ました。チャンクの声だけでもキャーかっこいい。ドキドキスクリーンに映ったチャンクを見てはキャーと心の中で叫んでました。チャンクは犯人役なので薄汚れた感じなんですが、それがまた味があってよくって、なんだかふわふわした感じです。また見に行きたいな。またピロリンさんの発信制限、見てきた話も聞かせてください。楽しみにしてます、といただきました。で、カオルさんからも、こんばんは。いよいよ、映画公開ですね。私は明日娘と見に行ってきます。今からドキドキワクワク。そしてファンクラブの動画最高でした。本当に入会してよかった。皆さんもぜひぜひといただきました。ファンクラブぜひ皆さんも入会してみてください。チャンクさんのファンクラブ、本当に過去のね、動画とかね、写真とかも見れて、そしてコミュニティでは反応しの話もできちゃうので、もうぜひまだの方は入会してみてください。皆さん、コメントありがとうございました。最後に特典映像もあるのでお楽しみに。こちらの動画は火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕もつけておりますので、字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は、高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ドリツピロリンでした。ダネでした。アニョー。